さんこんにちは、にゃんたチャンネルのにゃんた先生です。熊本県紹介動画の第1弾は、今どこに向かってるか分かりますか？正解はですね、天草に向かっております。もうすぐあれか、まだまっすぐ行かんかな。天草はですね、どういうところか皆さん知ってますか？歴史で習ったりすると思うんですけど、あの天草四郎さんが、有名な土地になりますね。で、今からちょっと1号橋の方に行ってみようかね。ハールラインホテル、熊本県で有名な、心霊スポットの場所にもなっております。あ、泊まれなくて。今ちょっと下の方に降りていけんですね。久しぶり来たんだけど、何年ぶりかな。この中に工事中です。もうすぐ多分通れる。しばらくお待ちください。下の1号橋になります。左側を映してもらおうかな。見てください、絶景、海、海、海。天草はですね、有名な釣りスポットでもあるんですよ。海鮮料理も美味しいし、岩谷トンネルっていうところを通っております。まあ、短いトンネルなんですけどね。ここ抜けてちょっと行ったら大谷とかだったんだけど、大谷だったっけ。こちらがですね、天草村というところになります。天草に来られたらですね、これが天草四郎になります。天草四郎像ですね。はい、ということでですね、ちょっと時間の都合上、今日はここまでになります。また次回ですね、ゆっくり天草の紹介をしたいと思います。次はですね、どこの紹介にしようかな。まあ、楽しみにお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。にゃんたチャンネルのにゃんた先生でした。